はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価、お願いします。今回は大阪府の松下記念病院、看護師正社員4年目、27歳の方の給与明細です。仕事内容は、内科混合病棟で主に入患者さんの日常生活の世話や医師の診療補助をしています。必要な資格やスキルは看護師免許。勤務時間が日勤だと8時間、残業は15分程度。 収入は年収500万で月収32万、ボーナス年2回で40万円ずつ。えっ、ー、と、この仕事に就きたい方へのアドバイスとしては、看護師はどこでも働けるので持っていて損はないそうです。資格の話ですね。で、年収です。えー、令和2年の年収が510万9581円。えー、そこから控除が引かれた後の手取りの給料ですね。がえー 令和2年は手取り364万円となっていま,す、えー、まあ年収500万の人はまあ大体手取り360万から70万くらいっていう感じですかね。まあ、看護師さん4年目でこれくらい行くのは結構すごいんじゃないでしょうか。えー、日本だとまあ大企業とかで働いて4年目でこれくらい行くのかなっていう感じの給料でした。 やっぱり看護師さんの資格は強いなと思います今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします